はい、皆さんこんにちは。今日はこちらスカニア G360、 こちらをねご紹介していきたいと思います。なんかねこれ今見ていただいて違和感ね感じる方いるかと思うんですけれども、こちら実はですね富士運輸で、まあ、富士トランスポートで燃費のね計測をするためにですね一時的に使わせていただいているお車になっております。まあ、そんなこともあってですねこういったちょっとワインレッドの青色になっております。一部の拠点ではねこういう色のねトラックもあるんですけど、まあ、それとはね全然関係ないという、またこのワインレッドだったっていうことで、まあ、こんなお色の車をね今回ご紹介していきたいと思います。はい、で先ほど冒頭でね説明させていただきましたけれども、この G360 というのはスカニアっていうのはこの SRGP っていうグレード順にあるんですけれども、私前乗らさせていただいたのが R410 というグレードなんですよ。でこちらは G360 というグレードになりまして、まあ、内装のレベルはそんな変わらないんですけど、エンジンがね一段こちら小さいものになっております。まあ、私が乗らせていただいた R410 になると6気筒の 13000cc になるんですけれども、こちら G360 は5気筒になるんですよね。5気筒の 9500cc になると、まあ、いうことで、まあ、それの360馬力ということになります。はい、ちょっとねこう410馬力って単車だとねちょっとオーバースペックになるってことでね、スカニアジャパンとしてはこちらの G360 をまあ、全面的にね日本では展開していきたいと、まあ、いうことで導入されております。はい、でこちらもね今の現行モデルですんで、私が乗った時と、まあ、形は同じなんですけどいろいろ装備も違いますんでね、まあ、そこら辺も含めていろいろ紹介をさせていただきたいと思います。まあちらねちょうど三幸さんの今スカニア止まってるんですけれども、あちらがねスリーパーキャブなんですよ。まあ、なんでキャブ部分が非常に大きい、こちらはデイキャブというモデルになっております。でデイキャブになるとねスカニアでいうところの標準ルーフになります。まあ、ですがね日本でいうところの普通のハイルーフぐらいの大きさあるんですけどね、まあまあそういったキャビンになっております。はい、ではフロント周りとかねとても機能的にできてますんで、ちょっとねそのあたりも見ていきましょう。まあ、まずねバイザーがこれ標準でねスカニアついてきます。はい、でまあバイザーの部分もねこの照明がつくようになってて、やっぱり冬とかね寒い時とかこう霜が降りづらい、まあ、霜がフロントガラスにかからない、そういうね配慮が標準でされてると。まあ、やっぱりねスカニアとかになるとどうしてもヨーロッパね陸を横断していくような車ですので、まあ、気候の変化とかもね激しいと思いますので、まあ、こういうのがねもう標準で備わっているということですね。あとまあ見てお分かりになるかと思うんですけれども、ドアミラーがまあ標準です。まあ、セノプロではね結構別にオーストラリア仕様のねものをつけたりもするんですけども、スカニアの場合はもう標準でドアミラーになります。まあ、ドアミラーになることによってですねここの部分を照射するカメラっていうのがねこれも標準でついてきます。これが多分ねスカニアジャパンの標準というかこういうのがねついてくるということになっておりますね。あとこことかもねこう開くんでこう開きます。んでこれステップなんで、まあ、こう乗っていただいてねこう窓とかこう拭きやすいよと。でこれ G キャブだから多分ねちょうどいいんですよ。これね R キャブになると高すぎてこう乗ってもね結局窓届かないっていう、うん、そんなのになるんですけど、こちらねG キャブなんで、まあ、ちょうどね窓も拭きやすいような、ね、高さになっております。横側はこんな感じの日本トレックスの完成車になっております。通常 R キャブになるとコルゲートパネルになるんですよ。まあ、要するにこの、まあ、三幸さんのねちょっとたまたまあるんで比べますけど、姉妹板になるんですよね。こう
で、これはたまたまデモカーっていうこともあって、まあ、日本トレックスさんなんですけどね、同じこちらはこのフラットパネルのリベット止めの仕様になっております、まあ、ヨーロッパカスタムはねこちらの方がねしやすいっていうのはあるんですけど、まあ、ただね枝傷とかねつきやすいっていうので、やっぱりこうちょっと敬遠されるお客様もいるので、標準仕様はこちらのコルゲートになってるということでございますね。足回りはこちら双輪エアサス車が標準設定になっております。このねスカニアの単車ってあのトラクターと違っても双輪エアサスしかないんですよ。なんで、まあ、これ今双輪エアサスで下げてる状態でございます、はい、タイヤミシュラン X マルチですね。でこちらは315の 7022.5 ということで、まあ、こちらとあとデュラブライトエボアルミですね。この磨かなくていいよっていう、拭くだけで OK って、まあ、ただあの普通のアルコアの方がね磨いて綺麗にはなるんでしょうけど、程よい光沢を維持できる簡単な補修でこう綺麗になるっていうのはやっぱスカニアの特徴ですね。こちらがバッテリーになっております。はい、バッテリーもねこれガチャンってここ全部開くようになってるんで、これ開けてここからねバッテリー液とか足したりします。はい、ちょっとね助手席開けてみましょう。はい、で助手席もこう上にこうカメラがついたりしてます。これが先ほどバイザーについてたカメラのモニターに、ね、上についてるので、まあ、あとこういう感じでねドアも分厚いし重厚ですしね。でこういうスイッチ類も夜光りますしね、はい、でこっちでこういう読書灯とか真上あるんですけど、ああいう操作がね助手席でもできると。でオーディオもね音いいですしね。であとこちらこういったね夜わかるんですけど、ここからね白い明かりがプワーッと下にこう照らされて、こうグリフィンがねこう下にね映されるっていう、そういう演出もあったりします。助手席のシートはこうね前に倒れたり、あとこちら跳ね上げたりね、いろんなこう操作がねできるようになっております。はい、あとこちらこれ引っ張るとこういう感じで開きます。でここ小物入れになっておりますんでね、まあ、通常ラップとかねこういうとこボンボン入れてここね傷ついたりするんですけど、まあ、ラップとかこういうとこ収めたりねできるようになってます。これ反対側にもねついております。まあ、詳しくちょっとね内装の紹介は後ほどねさせていただきます。まあねこんな感じでデイキャブなんでね、ちょっと寝台スペースがあまりないように見えるんですけれども、まあ国産のフルキャブの車をちょっと狭くしたようなね、まあ寝れなくないです本当、全然快適にね過ごすことが可能になっております。とヨーロッパ車なんでこれ安全窓がないです。まあ、なんでねこちらのミラーで安全窓の代わりを果たすということです。なんかねこの辺とかセノプロそっくりですよね。やっぱここなんか普通樹脂製が多いんですけど、あの日本車の場合ねこういったちゃんとした FRP みたいなものになっております。こちらの、G キャブっていうのは、まあ、ある程度あるキャブに比べて廉価モデルになるんで、このね長板が普通のねスチールなんですよね。これあるキャブになるとこういうとこもねステンになったりするんですよ、キャッチとかもね。まあ、ですがこれ全部ねスチール仕様ということになっております。燃料タンクは300の200になってます。まあだいぶね長距離も走れるし、燃費もね7000キロぐらい走ってて、まあ、現在で 4.7 ぐらいアベレージ出てました。まあなんでね今後うちまあ長距離メインですんでね、どんな風な数字になるか楽しみなんですけど、まあ燃費がいいということです。まあそれでプラスまあ500リッター入るんで、まあほぼほぼ十分かなという感じですね。はい、でリアのタイヤに関しては27570ですね。中低床と同じぐらいですかね、まあ、中低のタイヤと同じですね。はい、275がついております。はい、まあ、なんでこれ箱もねあの高さ 2.6 取れてるんでね、まあ本当の交渉よりは断然取れてるし、まあ、長さもこれデイキャブなんで 9.6 取れてるんで全然もう積み込み問題ないです。でスカニアのもう一つのメリットはこのねやっぱエアサスのねストロークがでかいんですよ。まあ、なんでもう路線みたいな交渉のフォームでも合うし、低床専用のねバースなんかでも問題なく接車できるような感じになってます。こんな感じでフジマークだけついてる感じですね。重量に関しては13トン400なんで、まあまあ国産と、まあ、ほぼほぼ同等、まあ、やっぱエクシオウィングなんかね軽いんでねあれ取れるんですけど重量、まあ、こちら日本トレックスのね、まあ、汎用モデルの箱ということで13トン400ということでございます。私が乗ってた R410 は確か13トン100しか取れてなかったんで、やっぱりエンジンの違いでねこの300キロっていうのはね変わってくるということです。あちらはね要は300キロ重いよってことですね。タンクなんかも同じだったんでね。で、テールはこちらスカニア純正の LED テール、これ純正でもねだいぶかっこいいです。ドクタレもねこうスカニアつってね書いてあります。でなぜかこれシミジュンのねこれ貼ってありますけどね、これなんでなんですかねわかんないですけど、まあ標準のものはこちら貼ってありますけど、で箱の中ちょっと見ていきます。まあ、こういった形のアピトンの完成ウィングですね。このウィングの部分もこういったコンパネでできているということです。はい、床フックなんかもついてるんですけど9ついついてるのかな、まあ、大体完成車だと9ついついてるんですけどね、ラーズ寝具は2ついついてるということですね。まあ、至って標準的な箱の作りということになっております。はい、運転席側もまあ特に変わったところはないですけど、
どうしてもね、スペアタイヤとかついてますんでね、リンギ入れつけるのはちょっと難しいかな。スペアちょっとずらさないとダメですね。あとチェーンフックがついてたり、ウイングのね、油圧のユニットがついてたりします。はい、でこちらはね、普通のステンレス製の工具箱で、純正ハードルで、やっぱりこのスカニアのこの懸念っていうか、アドブルーがなぜか右側、これなぜかってね、もうインフラの違いなんですよね。日本っていうのはもう片側で給油するのが当たり前なんですけど、ヨーロッパっていうのはスタンド行ったら両側から給油するんですよ。なんでトラクターなんかそうなんですけど、両側にね、こう燃料タンクがあったりします。まあその名残もあってというのもそうですし、あとやっぱこのマフラーカバーのそばにこのアドブルータンクあった方が効率がいいということで、もうスカニアはこのセットがもうメインですね。はい、まあ、そんな理由もあってスカニアのアドブルータンクはこちら運転席側に設けてるということです。はい、内装を見ていきましょう。はい、まあ、こんな感じですね。非常にでもね、 G キャブって言っても一段こう低いんでね、こうちょっとこうウォークスルーはできないんですけど、それでもね十分車内で立てるぐらいの広さはあります。はい、で装備もですね、昔の P キャブとかだとメーターとかもちょっと簡素なのになってたんですけど、今回もうね P キャブからもう全部同じあのメーター液晶がでかいものに変わっております。なんでその辺の質感もね変わってるということでございます。あとこういうね、もう毎回紹介するんですけど、これねエアブロー、これがねついてるのがありがたいですよね。こういうのだったりとか、あとまあ下回りだとここエアサスのコントローラーですね。はい、こういった送輪のタイプ、このね手元でもできるんですけどね、まあ、こちらでもできますよということですね。これシートはイスリングハウゼンです。まあ、書いてないんですけど、これイスリングハウゼンのシートになります。まあ、なんで今ね、エア排出してますけど、こう上げると、まあ、ね、自分の定位置になりますし、シートヒーターついてたりとかね、ダンパーの硬さとか、あとここの角度をこれ変えたり、あとこれ高さ調整ですね。はい。で、これはあのエアーのね、アンパーサポートついてるんで、細かくセッティングできます。引き出したりもできますしね。はい。もう非常に快適。もうこれはね、このシートでも十分、この上のね、レカルはいらないってぐらい。十分でございます。はい、じゃあねちょっと乗り込んでってみて、スイッチ類ですね、こういうドアのスイッチなんかも全部のミラーをねこう電動で調整することができたりとか、まあ、あとはドアロック、パワーウィンドウ、まあ、これは当たり前ですけどね、あとこの辺のミラーヒーターとかね、あとヘッドライトここになります。まあ、ゼロがねオフってことですね。あの遮光灯と前照灯とオートと、あとはねレベリング調整したり、これはフォグとバックフォグのねランプだったりします。はい、この辺はエアサス関係ね、メモリーとかもできますし、定位置に戻したりとか、ここら辺でやったりとか、あとまあこの辺キャブチルトをねするときのメインスイッチだったりとか、ウイングのメインスイッチね、路肩灯とか、はい、でこれがもうオートマのね、これミッションですよ、これでねオートマ切り替えで、こちらでリターダ、オートリターダとかね、オート排気入れて、でこれが 1,2,3,4,5 段ね、リターダ5段あるんでね、ほんと3段までで十分です。もう5段はね使うと危ない、それぐらいね効きます。であと新しいところというと、やっぱりこうパーキングブレーキがねオートブレーキになってます。このオートブレーキになってからは、こちらのクルーズコントロール関係のスイッチここにあるんですけど、クルコンも0から効けると、今までね10キロで切れちゃってたんですけど、このオートブレーキになってからはもう0スタートができるっていうね、そういったクルーズコントロールに変更になってます。あと今ちょっとね設定してないですけど、アップルカープレイも使えます。はい、スカニアの特徴としては、なんといってもこの辺のね充電関係、もう USB USB、 ここもねあるし、ここにもあるし、車によってはここ、あ、これあるね、ここにもある、ここにもあるって、まあね USB が至るところで取れるんですよ。確かねこの上にも自分の手の時あった気がするんですよね。ここないか、ここら辺にもね前、まあ、車によってはついてます。はい、あとここね、これついてるでしょ、奥にいろんなところで電源取れるようになってます。それもね魅力の一つです。ちょっとねだからこれ R キャブだともう一段ここぐらいまで下がるんですよ。あ、要はキャビンが上がるんですよ。上がるからこう床が下がるってことで、これキャビンが低いからどうしてもね床が上がってくるっていうので、あ、どうしてもここがね床になるんですけど、これが P キャブだとさらにここになるんでね、うん、まあそう比べるとまだ G キャブは非常にね日本では扱いやすい車なのかなと思います。あとここ実はね G キャブっていうのは引き出しだったんです。多分これ開けると実はこう冷蔵庫がねこれ G にもつくんですよ。容量でかい。ショートキャブの自分が乗ってた R もついてましたけど、それよりもしかしたら広いかもしれないですね。結構ねガリンガンに冷えるんでね、これはおすすめですね。これがあるのはいいことだと思います。はい、で寝台部分こんな感じですね。これも跳ね上げができるベッドになって、まあ一応簡易ベッド的な扱いですけど、十分クッションもあるしね、ゆっくり休むことができます。ただね頭向こう向けないと、こっちね足がどうしてもね足の部分しかないのでね、うん、頭は向こうに必然的に向けるようになります。あと後ろ後部座席でいろいろねサンルーフ開けたりとか、パーキングクーラー入れたりとかね、そういうのができるようになってます。
ますね。電源もねあそこ取れるようになってます。パーキングクーラーがついてるんで、これまあエンジン今止まってる状態でこう入れると、これ8時間、この弱いやつだと8時間だけど強いやつだと2時間出せますよって言って、うん、こうやって風がねエンジン止めてても出せるよとかね、そういうのがついてます。キャブとの違いというところで、まずねハンドルがこれね革じゃないんですよね、ウレタン仕様になってます。はい、まあそういったところが違うのと、あとダッシュボードの部分がこれハードパッドになってます。これがね R キャブだと柔らかい、ちょっとねこう押して押せるようなあれなんですけど、これ硬いねプラスチックみたいな、ちょっと安物感がねちょっとあったりしますね。まあちょっと足早でね紹介したんですけど、まあこんな感じですかね。ちょっとエンジン今かけてみましょう。はい、こんな感じですね。これがね間接照明のボタンなんですけど、ちょっとねあそことか赤くなってるの分かりますかね。うん、まあ、こうやって夜とかね赤くしたりできますし、こういうところで分かる。そうそう、こういうとこね赤くなっておりますね。はいはい、ここでね、だここはね扉開けると白く光るしね、赤い間接照明もつくしで万能な感じになってます。これかっこいいしな。はい、そうですね、この反射板もねこう開けてるとき後方の車が確認できるように、こう反射板でちゃんと夜光るようになってます。スカニアマーク、スカニアマークね、こうね映ります。スカニアマーク、本当だね、こういう風に夜本当バーッとでっかくね下に映るようになってます。はい、はい、今ね一通り見てきました。これが G360 でございます。やっぱりねこの国産だとね R だとちょっと高すぎる気が僕個人的にはするんでね、バランスはこの車の方がいいのかなと思います。まあこれをねもう少しちょっと一歩つけたりなんかねすれば、サイドガードを変えたりすればね非常にかっこよくなるのかなって思います。でスカニアジャパン自体もねこの G モデルの、しかもこの 9000cc の方をやっぱり広めていきたいという思いありますんで、まあ、ぜひねこういったお車1台ね、やっぱりまあ国産よりちょっと高いかなっていう値段でしたけど、あの試算したんですよ、燃費じゃどれぐらい良くなるのと。まあリッター結構変わりますんでね、下手したら 1.5 ぐらい変わるんで、1としても月間で6万円ぐらいコスト削減になります。まあ、なので年間で72万円なんで、5年乗ったとしたら、まあ、基本的に350万ぐらいの燃料電のね差があるんで、まあ、5年乗るなら国産よりいいのかもしれないですね。まあね、そんな感じでいろいろとね今パッパッパッと来ましたけど、まあこういうトラック1台しばらく使わせていただきますので、お見かけした際はよろしくお願いします。それではねまた動画企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。